こんにちは。今年のプロキオンステ本クス非常に話題になっているので、これ予想していきたいと思います。まあなんといってもヤマニおルス4 0 4勝、無敗の馬が出てきますからね、すごい注目を集めてます。無敗馬は負けるまで買えという格言。今週何度も見ました。皆さん、まあこれまで何度も聞いてきた格言だと思うんですけれども、本気ですか 1> 僕、1ミリも共感したことないですね。うん。う、まあ、全く考え方違いますね。やっぱ、穴なだからかもしれないですね。うん。これ、あの、リトマス試験紙かもしれないです。この格言に共感するかどうかっていうのは、それで分かれるかもしれないですね。僕の考えは、ゼゼヒヒですね。ゼゼヒヒですけども、まあ、むしろ、無敗であることによって、過剰人気もしするようであれば、やっぱり、逆らうべきと。無敗のま買い続けるってことはないです。 今回は逆らいます。まあ、この馬が、あの、全然弱いとかですね、良くない馬だとか言うつもりは全くないんですが、危険材料は結構いっぱいあると思いますので、あの、期待値見合わないと思いますんで、他の馬を本命にします。あの、全然買えない弱いとかそういうつもりはないので説明していきたいと思います。まず、双方的なことで言うと、すごく姿勢がいい馬ですよね。か体幹がしっかりしているというか、ブレない走り。そこがですね、ジャスタウェイ譲りだな まあジャスタウェイというとですね、まあ、とにかく秋の天皇賞を思い出します。そうそうたるメンバーで、それをですね、ちぎり捨てたすごい強い、まあ、あの時の直線での走り、忘れられませんからね、すごく姿勢がいい馬ですよ。首がどっしりしてますよ。安定感がある。で、体も柔らかく使えていて、大飛びで、すごく印象的でした。で、それはですね、ダノンザキッドっていう馬にもね、受け継がれていて、こういう姿勢、こういう姿勢ですよね。特徴だと思います。で、それはヤマニングルスも、 共通なんですよ。そこがすごくいい馬だなというのは感じます。ただ、やっぱりダート馬ですよね。どう見てもダート馬。フットワークが全然ダノンザキットやジャスタウェイとは違います。足の運びが硬いですよね。一つ一つの関節が。なので、でまあ、練習してきてるのを見てて、僕としては、これは絶対上まで来るけれども、東京とか向かないよなと。フェブラリーステークスとかで、 負けちゃううタイプだよなというのは僕は最初に思ってた感じですねそれ以外のところでは文句ない2ターン1 0 0 7 0 0 8はいいよなという印象はだから舞台設定は悪くないと思うんですけど今回の一番心配点は砂をかぶった時どうかということですよねこの経験がないですからどうなるかが全くわからないということでこれはすごく大事なポイントだと思いますダートで砂をかぶる たどういう気持ちにどういう影響を与えるか大事で、そこでひるんじゃうと、本当にレースやめたりとかです。全然進んでいかなくなったりとか、パフォーマンス全然変わってきてしまいますんで、初めて砂被るレースの時には、一旦疑うべきかなと。で、今回砂被る、砂被るというかですね、楽々スムーズな位置を取るという競馬、これまで続けてきてるんですけど、それは叶わない。 まずですね、花は厳しいですね。まずブルーサンというのはですね、スタート早いですね。えー、これポンと行く馬なんで、あの、点の速さがですね、叶わない気がします。ヤマニングルスは、一歩目が遅い。変な出方するんですよ。二の足はすごい速いです。間違いなく速いんですけど、一歩目でですね、ブルーサンに多分前に出られますんで、まあ無理にかわせないと思いますね。 で、もう一頭何が何でも逃げたい馬がいるんですよね。レガーメンフェスカ。前々走に逃げて非常に強い勝ち方してるんですよ。ただ前走は行けなくて大敗してしまってるんですよね。これはぜひ行きたいはずですよ。なので、この二頭の前には多分行けないと思います。で、他にもバスラットレオンいますからね、えー。これは非常に速い馬なんで、これの後ろになる可能性もある。で、まあこれだけだったら、 その後ろにつけてですね、えー、外回して勝てばいいんじゃないかという話になりますけどそう簡単な話でもない気がまずちょっと忘れがちな大事な要素だと思うんですけど16等立てなんですよ 1700m コースで16等立てってほかない、えー、札幌函館は14で福島が15ですかねうんちょっっとと以前まででは13頭立てとかでもやっ って多いですよやっぱりこれだけ小回りの狭いところで16頭ですごい多いですもともと重症を開催するというのは想定されていないそんなにフェアじゃないコースと言ってしまっていいんじゃないかと思いますねそれゆえにこのコースで重症をやるととんでもない波乱が起こってますプロキオンステークスですねここのところを2回ほどやってるじゃないですか小倉線なのでねこれどんな結果になってたと思われますかえこれ 4番人気、14番人気、12番人気、13番人気、あら,ららら。これは、大変なことです、これは。あこれ大波乱になってますよ。一、ね、応3連単も71万ですけどもね。その前の年、どうか。9番人気、1番人気、12番人気。はぁ、あ、恐ろしいですね。ね三3連単194万。ね波乱含みなコースであることは、 間違いないなですよね少なくともごちゃつく可能性が高いのは間違いないですねでしかも先行勢っていうのもまずまずいて特に厄介だと思うのはスレイマンですねスレイマン前走平安ステークスで一番人気を大きく裏切る大敗してしまってるんですよちょっと消極的な競馬でかぶされるような位置になってしまったそれまでは えー、結構ですね、あのー、番手からスムーズな競馬していい競馬繰り返してるんですよね多分今回積極策を匂わしてますんでヤマニンウルスと一緒に動いたりかぶせたりしてくるようなタイプの馬だと思うんですよねいい目の上の単行馬だと思いますね、えー、なのでね句、うん、は今までのようなスムーズな競馬じゃないと思うんですよねでこの馬はすごく馬体が大きくてですね、うん え、飛びもまあ綺麗。えー、大飛びの馬なんで、なんか狭いところに入った時にどういう走りになるのかというのが分かりにくいんですよね。そこがやっぱり最大のポイントかなというふうに思います。でこの馬のスタートもね、本当にちょっと怪しくて、なんか出遅れそうなタイプのスタートしてるんですよね。最初の反応、ちょっとびっくりしたような出方するのでね。だからそれ後手に回ったり、 揉まれたりしたときにどうかというのがまとにかくあります。であとはそうですねやっぱりちょっとここまでそんなに強い馬とやってきてないんだけれども勝ち方が鮮烈すぎてちょっと人気になりすぎてる部分はあるような気もする。まあ、新馬すごかったですすすすすごごごかかっっったたででででよよね4秒以上ちぎってるんでそれすごいですけど 35秒8ってね、びっくりしますけど、一応これ50キロの今村聖奈選手が乗ってるんですよね。この時の馬場なんですけどこ、ね、前に行った馬がすごい時計を出すっていう、なんか馬場だったと思うんですよね。その前の2レース、これよりだいぶ早い、1分43秒5が出てるんですよ。3歳未勝利で1分43秒5なんですよね。大差勝ちなんですよ。しかも50キロの馬がね。 だからすごくないっていう話じゃないんですけど、で今のトラックバイアスっていうのも、この時とはだいぶ違うんですよ。刺しやすいですね。えー、先週の日曜、雨が降ってババ、馬場、重馬場まで、ね、なって、足抜きいい馬場になっても、こういう風に刺せるんですよね。結構、レリジールダモーレ、名称詞なので、えー。かなりいい穴決着になったりもしていた。最終も、 こういうい差し届いてるような馬場なんですよトラックバイアスだいぶ違うと思うんですよねでもちょっと話題先行してないかなっていうねちょっと僕意地悪ですよねやっぱりアナ党なのでですねここはやっぱり他のおいしいオツの馬の逆転に期待する馬券にしたいと思いますでそうと決まればもう決め打ちですからねもう全体的に速い流れになってエマニングルスも早めの競馬をして まあ、それを目標に、有力くたちが動いた場合、前崩れになるということでの、サシウマ穴狙い、ということになると思います。なので、ヤマニウルスをめがけて一緒に動くようなタイプのスレイマンとかですね、このあたりに期待してもしょうがないかなと思うんで、サシウマ、ぜひ狙いたいのが、ブラックアメットです。これはもう、双方チルドレンなんですよ。 デビュー時から注目しているまで、個人的にはですね、あの清流ステーフスの時ですかね、大穴で馬券取らせてもらったぐらい、いや、あのすぐに重症には手が届くレベルの奏法してるなとずっと思ってたんで、逆に意外とあのここまで時間かかったなというか、走法、本当に素晴らしいと思います、前走の東小布志ステーフス勝っ,った時も良、えー、かったですね。 この外から伸びてきて1着になる馬ですけれどもすごくバランスのとれた奏法ですよねすごい派手な大跳びとかではないですけれども身のこなしが柔らかいし姿勢がいいですよねやや首が低めですけれども安定感があって体全体を使えた走りでいかにも差し馬だなっていう感じのトップギアを持ってるよなっていう感じの僕は大好きな奏法の馬ですね 双方最高点ですこの中でも一番双方がいい間だと思ってます回転力もありますよねなのでこの時にもずば抜けた上がりを使ってトップハンデで2、ね、足近くちぎってるわけですからここでは抜けてたっていうような勝ち方でしたこの1007が本当に得意なんですよね、まあ、今見たような双法ですから1008がちょっと長すぎるのかもしれないんですよね なので、なかなか中央場所ではあ活躍できないんですが、千七がとにかく得意で、1着、2着、1着、3着、本当崩れないんですよね。一度 北海道シリーズで調子崩してて、着順落としてた以外は、本当に堅実なんですよ。こらでも勝てますしね。なので、これはぜひ狙いたいです。あと、間隔取って出てきた時の方が走るんですよね。前走もそうでした。2ヶ月半ぐらい休んでの出走で1着。ですね、東小藤ステークス、去年も勝ってるんですけど、その時も、9明けでいきなり勝ってるんですよ。西流ステイクスで 開けたた時も2ヶ月ぶりだったです未勝利買った時も2ヶ月半ぐらい空いてるんですかね基本的にお休みなくずっと使われている健康なあの丈夫な馬なんですが休ませてちょっと間空けてリフレッシュしてレースに臨むと非常に結果が出ている馬で今回が3ヶ月ぶりのちょうどいい感じの感覚取っていては今回はまるパターンじゃないかなとトラックバイアスの見方すると思います でまあ、他も当当然然を狙うわけでです。す、まあ、ハピは怖いですよね。ただこれはこの短い距離1007初めて、えー、ということになっていて、まあ、確かにかなり、えー、大きなフットワークの馬でややもっさりした感じもあるタイプこの間なんかは春の天皇賞を使っていたぐらいですね長距離適正によったタイプではあるんで 時間忙しい可能性も、まあ、ただ、展開ドハマりすればっていうところがあるんで、もちろん抑えますけれども。あとは、距離がちょうど良さそうなサシウマってことになると、ラインオブソウルくらいしかいない。これも前走は、ほぼ最高峰から追い込んで、2着できてはいるんですけど、どうですかね、この時は展開がちょっとドハマりしてるんですよね。オメガギネスが7馬身ぶっちぎり勝ちをしまして、 で前が潰れちゃったんで後方にいた馬がですねあの全然人気ない馬もみんな浮上したっていうようなレースなんですよでしかも54キロでしたよねこれ考えるとどう見ても57キロでオメガギネスより前に行ってえそこから粘った39秒2もかかりながらも粘り通したデシエルトの方がやっぱどう見ても強くて 簡単には逆転できなないいかっっててう,うに思ってしまうんですよね、で、デシエルトは、今回、えー、ちょっと控える競馬を示唆してきているんで、これはそれがハマれば、これは一発あるんじゃないかと思ってるんで、こちらに期待したい。まあ、これはクラシックでも、まあ、期待されてたぐらいの、芝のオープンでも勝ったぐらい、能力が高い馬で,でも、ね、グリーンチャンネルカップが非常に強かった。ギルデッドミラーーービューティーを相手に 東京16でレコード勝ちするっていうのは、もう能力は間違いない、ただ、ちょっと怪我があって、えー、休み明けからいまいちなんですけど、前走はやっぱり復活の兆しありまして、ね、オメガギネスをさておけば、非常に強い競馬をしてます、揉まれたくない、かぶされたくないっていうことで、1コーナーの時にやや無理して先行しちゃってるんですよね。まあ、それで かなりハイペースに巻き込まれちゃったような形での失速、今回は戦法を変えるみたいです、まあ、一か八か、その砂をかぶるようなところで、ですねためる競馬を試すみたいです、今はうまく大人になってきてるんで、そういう競馬できるんじゃないかということで、やっぱりこれは展開はまったら、一発あるだけの能力は絶対秘めている、まな、双方的には僕は、えー、東京向き、ワンタウン向きではなくて、ツーターン向きだと思ってました。 そんなにですね、切れ味を発揮するような柔らかい身のこなしの馬とかではなくて、比較的ワンペースっぽい走りをするまで、2ターン1 7 0 0 8あたりが一番いいんじゃないかなと思ってましたので、狙うならやっぱり人気落ちた今回かなと。ので、これらでヤマイーグルスの逆転を狙う馬券を買いたいと思います。ということで、今週は七夕賞の方が動画作れませんで、こちらがメルマガとオンラインサロンだけの予想となります。 メルマガは無料でして、概要欄からリンクしておりますので、ぜひご登録いただければ幸いです。全部は双方採点ですね。両重症とも配信しております。のでよろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。